いらっしゃいませ。 FM お得に86に木曜午後8時半、ここからはフットボールラウンジの時間です。お相手は加護信明です。今日も最後までよろしくお願いいたします。今回のおとふと、先週末に行われた JFL の第10節、もう第10節ですか。早いですね。3月から4月にかけてはもう今年が始まるかと言っていたんですけども、2ヶ月経っちゃったんですねっていう、時が経つのは早いですね、もう3分の1過ぎちゃったんだなと、まあ、人間婚姻矢のごとしっていう感じのシーズンになっています。まあ逆に言えばまだ3分の2あるということで、シーズンまだまだ長いなという言い方もできるわけですけれども、レイラック滋賀 FC は先週末クリアソン新宿との対戦を迎えました。6月2日日曜日に甲賀市、滋賀県甲賀市の水口スポーツの森で行われました。この試合、レイラック滋賀 FC 対クリアソン新宿の内容、そして、試合終了後の両監督、レイラックの菊池俊美監督、クリアソンの北島秀明監督、まあ、かつてこの番組でコーナーを持ってくださっていた原和樹さんの、憧れのストライカーですけどね、北地さんといえばね、まあ、僕としてもうわ北地さんおるわっていう感じのね、当時の超名ストライカーですからね、ちょっとワクワクしたところもありましたけれどもね、そういうところも含めて記者会見の模様をご紹介をいたします。そしてもう一人、レイラック滋賀 FC の久保田和音選手のインタビューをご紹介する予定です。ということでフットボールラウンジ、今日も最後までよろしくお願いします。キックオフ。ピックアップ関西サッカー。さあということで、今回の特集は先週末6月2日に行われた水口スポーツの森でのレイラック滋賀 FC 対クリアソン新宿 JFL 第10節です。3分の1終わったところ、まあ、レイラック滋賀 FC はここまでなかなかこう連勝ができない中で、前回高知ユナイテッド SC に勝利をして久々の連勝を決めた、しかも首位相手にというところで、ここから調子に乗っていきたいというところのホームゲーム、相手は下位に沈んでいるクリアソン新宿でした。まあ下位に沈んでいるとはいえ、クリアソン新宿は最近徐々に内容が向上していて、ここでちょっと負けて相手に勢いを乗せるわけにはいかないなという試合ではありました。でその中で行われた6月2日13時からの試合、レイラック滋賀 FC、 クリアソン新宿ともにチャンスを作り合うような展開で、前半45分経過しました。まあレイラックの方がチャンスは多かったんですけれども、ただそのチャンスを決められず、クリアソン新宿にもチャンスがあるよねという、そんな内容でした。で試合が動いたのは59分、クリアソン新宿のセットプレーから、セットプレーが、入ってきて、一回弾かれて、でもう一回戻されたボールを落とされて、最後はクリアソン新宿のストライカー佐野翼選手が押し込んで1点、アベーのクリアソン新宿が先制点を決めました。もちろんレイラック滋賀 SC はここから点を取り返しに行きますが、なかなかゴールに、シュートを流し込むことができないという展開が続きます。いろんな手は打ったんですけれども、結局試合は90分を消化してレイラック滋賀 FC のゴールは生まれず、結果は0対1、クリアソン新宿が1対0で勝利をするという結果になりました。ここから連勝を重ねて上位に食らいついていきたいというレイラック滋賀 FC にとっては本当に
痛い試合だったなと。でまあある意味ではなかなかこう調子の良さが持続しない今年のレイラックス滋賀 FC らしい結末になってしまったなというところ、あとは決定力ですかね。ゴールが欲しい時に点が取れないと。で負ける時はこう0対1とか、まあ、鈴鹿戦は除いてそんなになんか負けた気がしないけど負けてるというようなそんな結果になるというのが、まあ、典型的な形になってしまったなという気がします。まあでもこういうことはピッチの中で戦った選手とかそれを見ていた選手の皆さん、スタッフの皆さんが一番よく分かっていると思いますので、ここからまた戦ってくれると思います。期待をしています。去年はねこの時期天皇杯終わった、5月に天皇杯終わった後も負け続けだったんで、そういうことを考えるとまだいいのかなっていう感じはしますけどね。あの時はまだもう勝利と、7月くらいの段階で勝利と負けの数が並んでましたからね。そういう点ではまだ勝利の数の方が上回っているし、昨年よりはまあいいと言えるのかなという気がします。昨年序盤が本当にすごかったから麻痺してますけど、途中本当勝てなかったですからね、レイラックス滋賀 FC はね。さあということで、この試合を終えた後のレイラックス滋賀 FC 菊池俊美監督の記者会見、そして続いて北島秀明監督、クリアソン新宿の指揮官の記者会見を続けてお送りをいたします。ではまず菊池俊美監督からです、どうぞ。はい、ホームゲームでたくさんの子どもたちが見ている前でですね、自分たちのプレーといいますか、しっかりとゴールに向かうシーンを多く見せようというところで試合に挑んだんですけども、結果0対1というところで負けてしまったところに関して本当に申し訳ないと思いますし、本当に子どもたち、あとは声援がすごく後押しになったのは間違いなくてですね、選手たちは本当にそこで力いっぱい後押しに受けて走れたんじゃないかなというふうに思います。あとは決定的な場面を、しっかりとゴールネットを揺らすっていうところはまたしっかりトレーニングしていきたいなというふうに思います。質問代読します。試合前の想定、どういうふうに試合を進めていこうと考えていましたか？ゲームに関しましては、いつも普段通りで、何か対相手に対してっていうところに関して準備はしましたけど、相手あってのスポーツなので相手がどう出てくるかっていうとまだ分からない中では、一応、前節のアウェーの高知戦で、よりパワフルでスピーディーでクオリティーといった部分でもだいぶいいパフォーマンスができたゲームを今日はしっかりと証明したいなというところで全員では協議はしましたけど、でもチャンスの数で試合は勝つわけではないので、決定的なところをしっかり決め切るというところでは今日は残念な結果だったかなというふうに思います。そこが課題かなと思います。その決定力不足する理由は何だと感じますか？そうですね、やっぱ試合に勝つにはやっぱり1点っていうところで 1-0 で勝つゲームっていうところも 大事なんですけど、やっぱり 1-0 っていうリスクがあるゲーム状況っていうのは1対1にもなる状況でもありますので、やっぱり2点目3点目っていうところを取っていくためにはやっぱりチャンスメイクっていうところがすごく大事な部分だというところで、少しこの2週間の間では天皇杯の敗戦からもそうですけど、チャンスの数で試合は勝てるわけじゃないので決めきるというところ、チャンスメイクに関しましてはだいぶ手応えは感じてはいるんですけど、そういったところを決める作業っていうところは課題かなというふうに思います。ただ選手たちは本当にもう日々取り組んで、やってくれてますし、先週1週間ゲームが空いた中でトレーニングマッチも含めて今までなかったような攻撃的なポイントだったり、そういったところが出てはいたので、そういったところをこうまた次のゲームにしっかりつなげていければなというふうに思ってます。シーズン3分の1が終了しました。ここまでの成績を振り返っていかがでしょうか？そうですね、3分の1というところで、どのチームもどのぐらいにこうスパンをこう分けてやってるかは分からないんですけども、そういった意味では3分の1を終えた時点で順位だったり勝ち点だったりというところに関して、特に勝ち点というところに関しては想定よりは少し少ないかなというふうに思ってまして、そういったところはだいぶ課題かなというふうに思っております。で、ラスト
10試合でどの位置にいてどの勝ち点かっていうところがすごく重要だと思いますし、そういった意味ではまあ、過去に、まあ、グルージャで、フロント GM やらせてもらっている時にも昇格、まあ、というのを経験させてもらった中では、やっぱり、最初よりも、まあ、終盤、あとラストのところがすごく大事なポイントになってくるかなと思いますし、今日は負けてしまいましたけど、まあ、残りの次の10試合に向けてしっかり準備して、そこを勝ち切っていくというところを積み上げていくというところが大事かなというふうに思って、でラスト10試合の中でどれだけ我々が上を狙えるポジションにいるかというところに照準を置いていきたいなとは思っています。なかなかいい調子が3週間4週間連続しないという状況、これについてどのように感じていらっしゃいますか？そうですね、まあ、連勝も含めて今日はリーグ戦では3連勝っていうところを狙ってたんですけど、やっぱりこの上目指すためにはやっぱり2、3、もしくは4っていうところ、4連勝っていうところが大事なポイントかなと思いますけど、まあ、負けないゲームをするっていうのも大事な要素であると思いますけど、今日は負けてしまったので、そういった意味では負けの数の方が多いかなとは思っています。今回のクリアソンと次の浦安、順位的には下にしていて、残留を狙うためにはあちらも必死でかかってくるというチームだと思いますけれども、どういうゲームにしたい、どういうことを注意して1週間過ごしたいと考えていらっしゃいますか？はい、今 JFL の中でそのチームの力関係ってそんなに差があるところではないと思うので、まあ、どのカテゴリー上のチームも、まあ、確かにJ2 とか J1 とかになってくると、やっぱりその上位にいるチームは少しちょっと差があるかなと思いますけど、まあ、JFL に関しましてはそこまで差がないっていうところはリーグの特性としてあるのかなと思いました。ただそれを理由にはできないと思うんですけども、だからといって負けていいのかって話じゃなくて、でそれをどうやってこう勝ちに持っていくかっていうところがチャンスを多く作るっていうところにつなげていってるっていうところではあるので、そういった意味ではチャンスがない中で0-1っていうまた違った要素になってくると思うんです。そうなってくると、そういった意味では負けてはしまいましたけど、ノーチャンスではなかったっていうところで、決定機っていうのに関しましては、まあ、多かったんじゃないかなっていうところはしっかり反省すべき点には十分かなっていうふうに思います。あとは決めるだけ、ただその決める作業っていうのが例えば外した選手だけの問題ではなくて、やっぱり今そこに至るまでにどんなことができたのかな、今日は失点はしましたけど、でその失点する前のどんな流れで、どういう相手の時間帯でっていうところもあったと思いますし、そういった意味ではまだまだ自分たちはもっとこう成長できる、チャンスだったりっていうのがあるのかなというふうに思います。本当にこうやろうとしていることとか見せようとしていることとか、そういったことは間違いはないと思いますし、そういった意味では選手たちも本当にそこに向かって日々トレーニングが積んでいってると思いますし、誰一人こう練習の中でこうサボったりとか、そういった選手もいませんし、日々競争意識の中でやってるというところに関しては、本当にこう自分も本当に助かりますし、まあ、そういった意味では、まあ、次のゲームでは今回悔しい思いをしましたけど、また5点取ってからの試合は、まあ、前回 1-0 というでしたけど、そういった意味では1点取ったら2点目、3点目というようなゲームをできるように準備していきたいと思います。ありがとうございます。では監督、最後に、来週、アウェーまで駆けつけてくださるサポーターもたくさんいらっしゃいます、はい、画面の向こうで応援してくださるサポーターもたくさんいます。サポーターに向けて来年次の試合への一言メッセージをお願いします。はい、本当に毎回本当にホームゲームでもアウェーでもたくさんの方が来場していただいて、特にアウェーなんかでは本当にホームゲームじゃないかという思えるぐらいの水色のヨガスタジアムにこう溢れていて、そういった意味でも本当に我々はサポーターあってのチームだっていうところを、さらにもっともっとこう皆さんと勝利を共有できるようになんとか頑張っていきたいと思いますので、また次も応援していただけたらなというふうに思います。なんとか一緒になって、勝ちを喜びようというところを共有できればなというふうに思いますので、なんとか1週間準備していきたいと思います。ありがとうございました。では以上で監督会見を終了させていただきます。菊池監督、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでございまして、菊池利美監督の記者会見でした。
まあ、課題はサポーターも含めてみんなが共有している部分だと思います。まあ、個人的に言うと考えてるのは、昨年よりもやっぱり相手に守られる場面がすごく増えた。で、去年はもうちょっとこうカウンターを中心に榎本選手とか、スピードのある選手がカウンターで持っていくっていうスペースを使えるところが多かったと思うんですけど、今年は琵琶湖成蹊スポーツ大学の試合もそうなんですけど、結構攻めさせられるというか、こっちがブロックを固めてる相手に攻め込んでいかないといけない。そうするとクロスボール、外からのクロスボールが増えて、じゃあ中で誰が合わせるんだっていう場面が、で弾かれれば弾かれるほど難しいクロスを入れなきゃいけなくなって、逆にそれで自分たちの首を絞めてるってしまわざるを得ないというところが増えてる気がするので、中にポカンとでっかいちょっとフェディングができる選手が前線に一つ入ると面白いかもしれないよねと思ってます。オプションとしてね。だから例えば先週末の、最後、パワープレイでね小野寺選手が上がったりとか、あとはベンチ入りしてなかったんですけど奥田飛龍選手、ちょっと180を超えているストライカー、そういう選手がオプションとして、難しい時に活躍できるようになれば、またちょっと違った雰囲気になるんじゃないかなという気がしますけれどもね。さあ、そういうことはもう僕よりも現場の方々が一番分かってると思いますから、また期待しましょう。では続きまして、試合を終えた北島監督、クリアソン新宿の指揮官北島監督の記者会見の模様をご紹介をいたします。お疲れ様です。まずは、この滋賀の、この地のサッカーの盛り上がりといいますか、お客さんがすごく多く入っていて、あとこうやってメディアの方たちが、これだけ多くのメディアの方たちが注目しているっていう、この滋賀、レイラク滋賀さんが積み上げてきているものを、すごく感じる、この景色風景になります。そんな中で今日試合でとても力のあるチームだということは選手たちみんな理解していて、本当に準備のところから今日の戦いに備えて勝てる準備をするっていうところで、選手たちはすごくこう、いい準備をしてくれて、多くのことを試合に出せたかなというふうに思います。1対0で、勝つことできましたけど、レイラク滋賀さんの本当に迫力のある攻撃には、最後までドキドキさせられて、非常に脅威でした。まあ、なんとか勝ててよかったなと思います。勝負を分けた一番のポイントは、前節、大分との試合で勝っている試合、最後ロスタイムで失点をして引き分けに持ち込まれてしまったんですけども、そういうふうなと心がちょっと守備になってしまうっていうことがないように、オーディオはずっと攻撃、守備に対しても攻撃し続けるんだ、ボールに対して攻撃し続けるんだっていうことを、今日はすごく強く選手たちを約束してピッチに送り込ん で、そういったところが90分間通じて、ボールに攻撃し続けるということは、やってくれたことが勝利につながったのかなというふうに思います。ましたけれども、はい、まあ、天皇杯の週が先週ありまして、はい、準備はたくさんできるところがあったと思いますけれども、はい、どういうところを強調してこのレイラックに臨んできたんでしょうか。まあ、自分たちが使いたいスペースというものが共有してトレーニングをしてきていて、でそこの、レイラックさんがどういったプレッシャーをかけてくるかというところで、それに対してどうやって侵入していくかというところは数多くトレーニングを積みました。で前半何度かそういうのから、チャンスを作ることはありましたけど、決定打までいかず、でそれと同時にもう一つトレーニングしてめちゃくちゃこだったところが、前線からのプレッシャーのところと、セカンドボールをロングボール蹴られた時のセカンドボールを回収するっていうところ、それはレイラクさんが、背後へのボールとかセカンドボールの強さっていうものを感じていたので、そこも徹底してトレーニングはしました。そこに関しては本当に選手たちがセカンドボールの拾い合いのところは、非常に、うまくやってくれて、こっちにボールが転がってくることが多かったかなと思います。 J リーグ、JFL、様々なカテゴリーを経験された北島監督、 JFL の選手の印象はいかがでしょうか。 JFL の選手たちは
まあ、比較した言い方がちょっといいのかちょっとわからないですけど、こう J リーグの選手たちより純粋にサッカーに対してこう本当のこの時間を大切にプレーしている選手が多いなっていうふうに思います。もちろん J リーグの選手たちもそういった中でそのギリギリの戦いをやっているんですけど、またそういうのとはちょっと違うこの自分のサッカーをする時間の尊さっていうものにすごくこう噛み締めながらプレーしている選手が多くて、でかつ戦術的な監督さんもたくさん多くて、今日のレラクさんもそうですけど、こう特徴のあるチームがすごく多いので、こう自分が考えていたその JFL のイメージはもう少しこう戦術的ではなくて、こうなんか頑張るサッカーが多いのかなっていう印象でしたけど、すごくこう戦術的でもあるし、かつ頑張る選手たちが多いっていう意味ではすごくこう、なんか刺激を受けているというか、はい、監督やっていてすごくなんかこうためになるってちょっとおかしいですけど、すごくこう刺激を受けるリーグだなっていうふうに思ってます。はい、それでは以上をもちまして、フリアスの進捗、北島監督の会見を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張りください、氏が。僕らも頑張ります。ありがとうございます。一緒に上がりましょう。はい、ということで、北島英明監督の記者会見でした。まあ、JFL の選手の印象もそうですし、その一緒に上がりましょうと言ってくださったのもちょっと嬉しかったんですけれども、まあ、成績を上げないと我々もクリアソンもそうですけど上がれないので、ここからですねっていうね。さあ、ということで最後は選手にお話を伺ってます。最後はこのレイラック滋賀 FC で前線の右でプレーをされていた久保田和音選手の試合後のインタビューです。お聞きください。どうぞ。まずはちょっと悔しい結果になりましたけれども、感想からお願いしてもよろしいでしょうか。そうですね、3連勝を目指す中でのゲームだったんですけど、まあチャンスはあったんですけど決めきれずに、嫌な流れの中から、失点してしまったんで、まあ、やっぱり、まあ、自分たちの甘さも出ましたし、すごい課題の出たゲームだったのかなと思います。まあ、1週間空いて、この試合に準備をすることになったわけですけれども、どういう想定とかどういう、こう予想とかありましたか。そうですね、クリアソンさんはすごいあの上手い選手が多いっていうイメージだったんで、まあ、自分たちでも守備で、まあ、主導権を握ってやっていければいいなと思ったんですけど、まあ、結構蹴ってくる、はい、感じもあったんで、まあ、そこにも少し苦労したのはあったのかなとは思います。そこの中で試合中もいろいろと手を尽くしていたと思いますけれども、前半途中とか後半とかちょっとどういうところにポイントがあって、もうちょっとこういう風にした方が良かったなっていうところはありますか。まあ、さっきも言いましたけど、やっぱ決めきるところとやっぱりチャンスの数っていうのをもっともっと増やしていかないといけないなっていうのはありますし、まあ、守備のところでもまあ監督から中閉めろっていう指示があったりだとか、まあ、常に改善しながらやっていこうとしたんですけど、はい、うまくいかなかったですね。次は浦安、まあ、かなり遠いところまで旅をしてアウェーゲームを戦うわけですけれども、まあ、相手の印象やどういう戦いにしたいなという、想定はありますか。まあ、相手もあります、もちろんありますけど、やっぱり連敗っていうのは絶対できないので、本当に勝ちだけを目指して、しっかりまた準備していければと思います。はい、今日はここに1000人以上のサポーターが詰めかけてくれました。最後に一言、応援してくれた方にメッセージをお願いできますか。たくさんの応援ありがとうございました。次節、まあ、アウェーですけど、必ず勝利を、勝利したいと思いますので、また応援よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。久保田和音選手のインタビューをご紹介しました。ピッチの中で戦っている久保田選手は我々よりもたくさんのことを感じていたと思いますし、また次の試合、そして次の次の試合でどういう試合を見せてくれるのか楽しみです。期待したいと思います。で、次の試合なんですけれども、レイラックス滋賀 FC は6月の9日にブリオベッカ浦安とのアウェーゲームです。6月9日に第1カッターフィールドという新習志野駅から
しばし歩いたところにある競技場です。そちらでアウェーゲームを戦って、そして次の週は6月16日平和堂ハトスタジアムでの沖縄 S ファウ戦です。沖縄 S ファウにはおこしやす京都にいた高橋光平選手、青戸翔選手、高橋選手ちょっと今年あんまり試合に出てないんですけども、青戸選手はレギュラーとしてプレーをされてます。その沖縄 S ファウとの対戦がありますので、そちらの方ではチケットをお買い上げいただいた方になんと T シャツをプレゼントするという非常に豪華なイベントがあります。ぜひぜひ6月16日は平和堂ハトスタジアム、彦根駅から徒歩15分にあるスタジアムです。ぜひよろしくお願いいたします。でラジオ番組の方に話を移しますと、この番組今放送されている6月6日の再来週20日ですね、6月20日で、その6月20日の僕の番組の前にやってる京都これからラジオ、ここに奥川雅也選手がゲストです。ただ奥川雅也選手の収録が6月16日4日前なんです。だから皆さんのメッセージとか質問はそれまでにお送りいただく必要がありますのでご注意ください。そちらはまたSNS などでも告知をさせていただき、改めて告知をさせていただきます。奥川選手に直接質問ができるチャンスなので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で6月20日再来週のこのフットボールラウンジではレイラック滋賀 FC の岡本大地コーチをゲストにお呼びをしまして、どちらかというとこのスクールとか育成の方を取り上げたいと思っております。そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。生放送予定です。で僕個人としてはちょっとご報告をしますと、今週をもって現在勤めている会社を辞めまして、無職になります。仕事がなくなりますので、まあいろいろあってですね、無職になりますので、ぜひ仕事が何かあればどしどしお送りください。めっちゃ暇になります。まあ、この間にスキルアップ成長などをして、新たな仕事に臨んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。どんどん仕事ください。何かあったらご相談ください。ということでフットボールラウンジ、来週は6月13日放送です。よろしくお願いいたします。ではまた来週お会いをいたしましょう。バイバイ。